ジョージアは南コーカサスにある共和制国家。首都はトビリシ。東ヨーロッパ、もしくは西アジアに区分される。北側にロシア、南側にトルコ、アルメニア、アゼルバイジャンと隣接する。日本では2015年4月まで国名国省にグルジアを使用していた。ジョージア国はコーカサス山脈の南陸、黒海の東岸にあたる。古来から 数多くの民族が行き交う交通の要衝であり、幾度もの他民族支配にさらされる地にありながら、キリスト教信仰をはじめとする伝統文化を守り通してきた。また、温暖な気候を利用したワイン生産の盛んな国としても知られる。同国はかつてソビエト連邦の構成国の一つであったが、1991年に独立を果たした。 南オセチアとアブハジアの2地域が事実上の独立状態となっており、ロシア連邦など一部の国から国家承認を受けている。中央部のゴリは旧ソビエト連邦の最高指導者であったヨシフ・スターリンの出身地である。一方で、ロシア帝国とその後に成立したソビエト連邦の支配が長く続いたことから、 独立後は様々な方面でロシアとの対立路線を取ることが多い。1997年にはウクライナの呼びかけに応じてアゼルバイジャンやモルドバと共にグアムを結成し2005年にはウクライナと共に民主的選択共同体を発足して加盟2009年には独立国家共同体を脱退した。1999年から欧州評議会の メンバーである。なお、本校では2015年4月以前の国家名称については、グルジア、それ以後については、ジョージアと表記する。また、グルジア語、グルジア紛争など、すでに完全に定着したものについては、グルジアを使用することとする。ジョージアにおける事象はサカルトベロであり、カルトベリ人の地を意味する。カルトベリ人の由来となった、カルトリは、 ジョージア最古の文学作品、聖主者肉の殉教にも見られる、ジョージア中心地域の故障である。この、サカルトベル系統の国名を使用しているのは、カルトベリ語族の諸語とエスペラントの、カルトベリーオ、または、カルトベルヨなど少数である。日本では、ロシア帝国の非支配下にあった19世紀から統治について知られるようになり、ロシア語名の税、 ルーズギ・グルージアをオンイン転写したグルジアと英語名のジョージアをオンイン転写したジョルジアの2系統の外名が使われていた。大正から昭和初期にかけてはジョルジアの方が主流を占めていたが、1956年の日ソ共同宣言に前後して共産権の報道に強みを持つラジオプレスがグルジアを採用していたことなどから徐々にジョルジアに対して 優位を占めるようになった。このロシア語名は一説に、英語名のジョージアと同じく中世にペルシャ語で使われていた、グルジュもしくは、グルジャーンという呼称がアラビア語などを経由して十字軍時代にヨーロッパへ紹介されたのが由来とされる。スラブ語圏でも13世紀頃からこのグルジュに由来する故称が見られるようになり、その後、キリスト教国であるジョージアの守護聖人、 セイゲオルギオスの名に結びつけられていった。国家としてのジョージアは、アメリカ合衆国のジョージア州とラテン文字綴り字を呼び、発音も同一ながら、地名の由来のみならず、歴史的にも何の関連性もない。しかしながら、首都のトビリシは、ジョージア州の州都であるアトランタと1987年に、姉妹都市関係を締結しており、1994年には、 ジョージア国家警備隊とジョージア州兵組織の間で、相互協力協定が締結されている。1995年の憲法採択以降は、国名に、共和国などの生態名を含まないのが、正式名称だが、英語圏では、米国のジョージア州との混同を避けるため国家を、カントリー・オブ・ジョージア、米国の州を、ステート・オブ・ジョージアと呼び分ける慣例がある。日本語でも、 同様に、ジョージア国と国を付加した故障が使用される場合がある。また、ビートルズの楽曲、バックインザ・ユー・ s s r では、互いに無関係ながら、英語では同一の名称で呼ばれる二つの地名に、引っ掛けたジョークが、歌詞に含まれていることで知られる。1992年に日本と国交を樹立して、以降、ロシアの首都モスクワを経由せずに、現地の情報が、 直接入るようになったことから、特に主要民族たるカルトベリ人の間で根強い反露感情について日本でも広く知られるようになった。2000年代半ばには特許分野や一部の愛入入業者がグルジアの使用を取りやめて自主的に英語名のジョージアを使用するようになった。2008年に勃発した南オセチア紛争を機にロシアとの敵対関係が 決定的なものとなったことも後押しし、この時期から日本を含めて、グルジア系統の外名を使用している各国に対して、個別に、グルジアの使用取りやめと英語名のジョージア採用が要請されるようになった。韓国では2010年に、この要請を受け入れて、から、え、外名を変更しているが、北朝鮮では、現在も、を使用している。 かつてのソビエト連邦構成国では、リトアニアが2018年から、リトアニア語の外名を、グルージアから、シカルベロへ変更することを国会議長が表明している。日本政府に対しては、2014年10月の首脳会談で正式に、グルージアの使用を取りやめて、ジョージアへ、外名を変更するよう要請が行われ、2015年に、日本政府が使用する。 外名の根拠法となる、在外交換の名称及び位置並びに、在外交換に勤務する外務公務員の給与に関する法律別表の改正案が、国会で、衆参両院の全会一致による可決を経て、4月22日付で、交付、施行され、同日には、外務省のサイトで、外名変更の告知が行われた。日本政府が、 外国政府から個別に外名の変更を要請されて、受諾したのは、1986年に、コートジボワールの外名変更要請を受け入れて、以来2例目となる。漢字表記には、グルジアに由来する、グリューミミと、ジョージアに由来する、京オサムアの二通りがある。台湾では、京オサムアを採用しているが、中華人民共和国では、各基地、香港では、 カクロキチアと、いずれも、グルジア系統の外名が、現在も使用されている。近年、ジョージア国内では、南東部のドマニシの洞窟から180万から160万年前頃の、原人タイプの化石人骨が発見されている。出土人骨のデータから、従来東アジアで発見されていた原人よりも、原始的な特徴を持ち、 ユーラシア大陸で最古の年代が想定される。この原人は、ホモゲオルギクスと命名され、遺跡からは、いわゆる、レキキに属するオルドバイ型石器群や、動物化石なども多量に発見された。他に、前期旧石器時代に属し、対象系のレキキが、特徴的なアシュール文化や、中期旧石器時代に属し、白変石器を多数ともうムスティエ文化期の移行。 遺物が、ジョージア各地の洞窟や遺跡から発見されている。コルキスボンチやフラミ渓谷、南オセチアなどでは新石器時代の遺跡が発見されており、紀元前6000年から紀元前5000年にかけて以降、刃先に魔性石器を利用したクワや、ツルハシ、石製の釜製粉用のマウス、貯蔵用の土器などが伴う本格的な定住生活と、 穀物栽培が始まったと考えられる。小麦やライ麦については、当地方は、最も重要な種の発祥地と考えられている。石器の石材には、主として、地元産のフリントや、黒曜石が用いられ、牛や豚などの牧畜を行い、ブドウを含む果樹の栽培も行われた。グルジアを含むカフカス地域は、戦死時代にあっては、 金属精錬の発祥地の一つとされる。紀元前3700年頃から、紀元前2500年頃にかけてのマイコープ文化や、紀元前3400年頃から、紀元前2000年頃にかけてのクラ暗いルアラクセス、文化の青銅器時代の遺跡からは、おびただしい数の金属機が発見されている。クフティンがトリアレティで調査した遺跡によれば、内陸部では、 紀元前2000年期には遊牧を制御とする諸部族が生活し、部族の指導者と見られる人物の墳墓からは美霊に、調達された金銀製の容器が服装されるなど、当時の社会が主張に富と権力を集中させていた様相が確認されている。グルジア人の祖先となる民族は、国会の東岸に広範囲に分布して、後にコルキス王国を作る。 コルキス人の源流をなすクルハ族と、後に、南西グルジアの他を地方に定住する、タオホイ族の源流をなすディアウヒ族であり、両民族を母体として形成されたと考えられる。なお、コルキス人の富裕さについては、早くから、ギリシャ人たちの知るところであり、ギリシア神話における、コルキス王女、メーデーアと、金曜毛の物語に端的に示されている。 西のコルキス王国と東のイベリア王国起源前6世紀以降、黒海に面する西グルジアの地に、コルキス王国が成立し、国会東岸のギリシャ植民地の影響のもとで、発展を遂げた。黒海とカスピ海をつなぐ、地境地帯には交易路が通り、地中海とペルシア地域を結ぶ貿易が、盛んに行われていた。コルキス王国東側の内陸部は、 紀元前6世紀に、オリエントを統一した、アケメネスアサペルシア、続いて、セレウコス朝の一部となり、紀元前4世紀から、紀元前3世紀にかけては、イベリア王国が成立した。その領域は、今日の中部グルジアのカルトリ、東部グルジアのカフェティ、西南グルジアのサムツヘとその周辺であり、ここには、ギリシャ文明の影響が直接及ばなかった。住民は、 西方のアナトリア・コルキス方面から流入してきた人々と土着民との融合によって形成されたと考えられる。首都のムツヘタは、倉川とアラグビ川の合流点近くに立地している。紀元前2世紀、コルキス王国は、国会東南海岸にあったポントス王国のミトリダテスによって制圧され、紀元前65年には、 そのポントスが、共和制ローマのポンペイウス軍に敗れたことでコルキスは、ローマの俗領となった。同じ頃、東グルジアのイベリア王国も、ローマの保護下に置かれた。1世紀に入り、キリスト教が創始されると、グルジアでは十二使徒による、福音伝道が行われたと伝えられている。特に、ローマ帝国の支配が揺らいだ3世紀から4世紀に、 かけては大幅に信者が増加した。これは、カッパドキア出身の聖ニノの布教によって、東グルジアの多くの人が入信したことによると、言われている。ローマ帝国が衰退に転じた4世紀、西グルジアの旧コルキス王国の一部には、ラジカ王国が成立し、古代コルキスを併合した。ラジカ王国は首都、アルケオポリスに置き、 東ローマ帝国との結びつきを強めた。この王国は523年にキリスト教を受容し、562年には東ローマに併合された。イベリア王国では330年代にキリスト教に深く帰えしたミリアン賛成によってキリスト教が国教として採用された。世界でも301年のアルメニア王国に続いて2番目に。 古いキリスト教国教家の例であり、キリスト教がこの地域の公式宗教となったことは、その後の文化の形成に大きな影響を及ぼした。グルジアの教会は当初、シリアのアンティオキア総主教の管轄下に置かれたが466年には独立教会となり、カトリコスの座はムツヘタに置かれた。グルジア文字は4世紀から5世紀頃にかけての時期に考案された。 グルジア語を表記するために考案された独自の文字で字型は異なるもののギリシア文字と同じ原理の文字体系を成している。イベリアは一時ペルシア人の支配を受けたが5世紀末には豪遊で知られるバフタング一世によって主権が回復されトビリシの都市的発展が始まった。6世紀初頭バフタング一世のこのダチオウが 父の遺言に基づき6ヘタからトビリシュへ遷都した。カフカス地域のアルメニア、グルジア、アルバニアの三教会は、四百三十一年のエフェソス公会議でのイエスキリストは神そのものだとしてその神聖のみを認める誕生論の採用に賛成した。ところが、四百五十一年のカルケドン公会議では誕生論が否定され、誠の神であり、同時に、 誠の人でもあるとして、キリストの神聖と人生との両性協立とともに、威嚇的一致を説く、いわゆる、両性論が、正当とされた。506年、三教会の代表者は、アルメニアのドビンに集まってカルケドン派に反対する、胸の決議を行ったが、以前から、両性説に傾いていたグルジア製教会は7世紀初頭には、明瞭に、 カルケドン心情を告白する立場に立った。相性論を取るアルメニアシと教会は、これに対し、非カルケドン派生教会にとどまった。ペルシアを支配したサンサーン朝は、ゾロアスター教を国教としており、その勢力がカフカスに及ぶと、キリスト教、ゾロアスター教の両勢力は互いに構想を繰り返した。ラジカ王国がキリスト教を国教化すると、 サーサーン・アサは軍を派遣して527年から533年まで続くラジカ戦争となった。ラジカ王国は最終的に東ローマ帝国、東のイベリア王国はサーサーン・アサにそれぞれ併合され、ホスロー一世はイベリアの王政を廃止した。7世紀初頭、自立の動きを見せたイベリアに対し東ローマ皇帝ヘラクレオスは 北方のハザールと同盟して、遠征を行った。六百二十七年から六百二十九年にかけては、サンサンアン朝、イベリア王国連合軍と、西特結、東ローマ帝国、ラジカ連合軍との間で、トビリシ包囲戦が起こり、トビリシは一時占領された。ニハーバンドの戦い以降は、サンサンアン朝の影響力が後退し、七世紀後半からは、 信仰のイスラームを報ずるアラブ人の影響が拡大した。トビリシは736年から738年にかけてムスリムの征服を受け、これによってトビリシ主張国が成立した。カフカス地方にもイスラームの教義がもたらされたが、広い山岳地帯を抱えるグルジアへの流入は限定的なものにとどまり、キリスト教信仰が守られた。 750年、グルジア正教会は、自治教会となり、9世紀から10世紀にかけては、カフカス地域の布教の中心を担った。かつてラジカ王国があったグルジア西部では、東ローマ皇帝の直進となった、アブハズ人が次第に強生となり、8世紀末には、アンチャバズエ家のアブハジア公、レオン一世が、皇帝から王号を許可された。レオン一世は、 母が、ハザール王女、妻が、カルトリ大公の娘であったことから両者とも友好関係を築きつつ、誠意を振るった。グルジア東部では、イベリア公国のバグラティオニ家が台頭し、旧世紀諸島には、この家から、イベリア大公アショ一世が現れた。アルメニアでは、バグラトゥニ家のアルメニア大公アショ一世が、イスラム帝国であるアッバース朝によって、アルメニア、 グルジア、コーカサスの大公の位を許され、885年にはアルメニアの諸公によってアルメニア王に衰退された。こうして、カリフと皇帝の双方の承認の下、アッパース朝半島のアルメニア王国が再興された。東ローマとイスラームの構想は、拡大されたアルメニア王国の中でも繰り広げられ、最終的には、小国分立状態がもたらされた。 こうした中、アルメニア王アショート一世は、西南グルジアのタオ日本拠を移して、東ローマ皇帝からクロバラテス、すなわち、宮殿の守護者の称号を獲得するのに成功した。10世紀後半、アッパース朝の繁栄にも陰りが見えるようになり、グルジアでは、イベリア大公グルゲンが現れ、アブハジア王女のグランドゥフトと結婚。 イベリアとアブハジアの領域は二人の息子バグラド三世に継承された。バグラド三世はアルメニアをアショトの養子となって将来の地位を自ら保障し、975年にはカルトリ地方の総主権をも獲得、976年にバグラとアサのグルジア王国を建てた。1001年にはギフアショトからアルメニアと南西グルジア、1008年には ジップ、グルゲンから南西グルジア残部を継承して、カヘティ地方を除く、全グルジアの諸公国を統一して、クタイシを首都とする中世グルジア王国の流星が始まった。バグラト三世は、クタイシに大聖堂を創建し、1010 10年には、カヘティ地方をも支配下に収めた。王国成立期には、グルジア正教会が、バグラティオニ家の王朝を支えた。 成人として知られる、イベリアの弱音が活躍し、レオンティ・ムロベリによって、グルジア年代記が書かれたのもこの頃のことである。10世紀から13世紀にかけてのグルジア王家は、東ローマ帝国、キエフ大公国、アラニアなどの王公貴族との間で盛んに、婚姻関係を結び、東、ヨーロッパ各地域との精神的結びつきを強めた。 バグラト3世の子ギオルギ1世は、ムツヘタのスベティツホベリ大聖堂の修復を行い、ギオルギ1世のこのバグラト4世は1045年、アルメニアの首都アニを制圧した。1057年に、シリアのアンティオキアで開かれた、地方教会会議では、グルジア正教会が、自治教会資格を有することが公認されている。11世紀後半には、 トルコ人勢力が中央アジアやペルシアの大部分を含む地域に広大な遊牧帝国セルジューク朝を建設した。グルジアもその侵略を受けるようになりバグラト四世地下の1063年には南西グルジアが1068年には東グルジアがセルジューク朝によって制圧された。建設王と呼ばれた。 ダビド4世が即位したのは1089年のことであった。ダビド4世は北カフカスのキプチャク人を移住させて、新衛隊を組織し、軍政改革を行って、グルジアを強固な国家に改造し、セルジューク朝に勝利。1096年には、セルジューク朝に対する功能の支払いを停止し、12世紀に入ってからは、区体志郊外のイメレティア丘陵に、 ゲラティ修道院と付属の王立学校を創立した。この王立学校はグルジアを代表する科学者、神学者、哲学者を要し、トビリシ戦闘後も17世紀に至るまでグルジアの文教の中心として栄えた。1122年、ダビドはムスリム勢力に支配されていた幼少トビリシを奪還して、ここに戸を移した。グルジアの黄金時代を築いたタマルと、 不応ギオルギ3世12世紀後半のギオルギ3世も1156年にセルジューク朝を攻撃してこれに勝利し1161年から1162年にはアルメニアにも侵攻して兄とドビンを占領するなど強制を誇ったギオルギ3世の王女で1184年に正式に王として即位したタマル女王の時代バグラトアサグルジア王国は ザカフカス全域を支配する強国に発展し、黄金時代を迎えた。1194年から1204年にかけては、セルジューク朝に勝利して、アルメニア南部を保護領としたほか、1195年には、ゲンアゼルバイジャンのシャムコルの戦いに勝利して、同地を支配した。1201年から1203年にかけては、アルメニアの兄とドビンを再併合し、 さらに現在のトルコ北部を占領した。1204年、イタリアのベネツィア商人の策謀によって、第4回十字軍がコンスタンティノープルを占領し、東ローマ帝国が没落した際には、その亡命政権トレビゾンド帝国の建国を援助している。タマルの時代は、文化、学術の面でもグルジア王国の最盛期であり、多くの修道院が寄進され、 特に文学分野の充実と、教会建築の発展が顕著であった。グルジア年代記が編まれ、また、特に、タマル女王に仕えた管理で詩人のショたるスタベリの、活動がよく知られている。タマル女王死後のグルジアは、ホラズムシャー朝の軍による侵入を受けた。1220年には、チンギスカンの命を受けたスブタイとジェベは、 ホラズムのムハンマド2世を追撃している途上でカフカス地方を通過し、遭遇したグルジア軍はモンゴル軍に打ち負かされた。翌1221年、スベタイジェベ軍2万がグルジア王国を再び攻撃。タマルの子ギオルギ4世は第5回十字軍への支援を取りやめ、国を挙げて抵抗したものの敗北した。 1222年の戦いでも敗北し、これらは、キリスト教文明に属する地域が、モンゴル軍からの猛攻を受けた最初であった。ギオルギ四世は、モンゴル戦の負傷がもとで1222年に死去し、妹のルスダンが王位を継承した。ルスダン地下の1225年、ホラズムの支配者、ジャラール・ディン・メングベルディーがグルジアに侵入し、 1226年、首都トビリッシが占領されて、略奪を受けた。さらに、1236年にはチョルマ軍率いる、モンゴル軍が再び、グルジアに侵攻し、ルスダン女王はク体イへの避難を余儀なくされた。女王は、ローマ教皇グレゴリウス旧世に支援を求めたが、失敗し、1243年、モンゴル軍3万が常駐する中、グルジアは、 モンゴル帝国に併合され、その俗領となった。モンゴルは、グルジスタン州を置き、そこにグルジアと、南カフカス全域を干渉させ、グルジアの領主たちを通じて、間接統治を行った。モンゴル帝国のグユクカンは1247年、グルジア王国を東半部と西半部に分け、ギオルギ4世のこのダビド7世には、東部のカルトリオ、ルスダンのこのダビド6世には、 西部のイメレティをそれぞれ与え、二人を共同王として公認した。1259年から1260年にかけて、ダビド6世に引きられたグルジア貴族たちが、モンゴル勢力に反旗を翻し、西部グルジアにイメレティ王国の独立を勝ち取った。しかし、東部グルジアは引き続きモンゴル支配を余儀なくされた。遊牧国家であるイルハン朝では、 税務行政上の首都と重要地点とを結ぶ、駅定制度が整備され、東部グルジアの中心とビリシも、シャーフラーアフと称する、交通網の一つの終点として、重要な役割を担った。モンゴル支配下では、効能は厳しかったものの一定の自治は与えられた。また、モンゴル人たちは外して宗教に神用で、 イスラームやキリスト教ネストリウス派、ルーシ・グルジアの東方正教会はむしろ民衆統治に役立てられた。交通上の変革としては、1260年以降、ジェノバ共和国と東ローマ皇帝ミカエル八世パレオロゴスとの条約によって、国会に、ジェノバ商船隊が、乗り入れが実現した。クリミア半島のフェオドシアやアブハジアのスフィミは、として発展し、 国会沿岸には40ものジェノバ将官が設けられたという。モンゴルの支配は長く続いたが、高金王と呼ばれたギオルギ五世が現れて東西に分裂していたグルジアを再統一し、ようやく1335年にモンゴル勢力を放築して事実上の独立を果たした。ただし、その翌年の1336年にはトビリ市で、 ペストが大流行し、大きな痛手を受けている。再統一後もグルジアは、ジャライル朝と、ニア朝の影響下にあった1380年、西チャガタイ半国から自立したティムールが侵入、トビリシを占領して、王と王妃は、捕虜となった。以後、グルジアは、ティムール朝の侵入に苦しめられることになり、 特に1386年から1403年にかけて、計8度に及ぶ猛襲は、経済的にも、文化、生活の面でも、回復困難な打撃を、グルジア社会に与えた。グルジアはこの後、一時黒羊朝の支配にも服した。1444年には、トビリッシが、ペルシア軍によって、侵略を受け、1460年代には、 カヘティ王国が独立、文献化が進行して1466年、グルジア王国はついに崩壊、一種の無政府状態に陥った。1490年における、グルジアの三王国合王国グルジア王国は、東部のカルトリ王国とカヘティ王国、西部のイメレティ王国というバグラティオニケの王党をいただく三つの王国に分裂した。1490年、 この三王国が相互に承認し合うことでようやく無政府状態を脱することができた。三王国の他には13世紀以来の西南グルジアの有力豪族ジャケリケが公式に支配したアタバクリサムツヘ国があり、さらに国会沿岸にグリア公国、サメグレロ公国、アブハジア公国、内陸部にスバネティ公国が独立した訓公国として振る舞い、 事実上5つの広告が分立した。16世紀初頭から18世紀前半にかけての、グルジアは、イラン高原に建国された東のサファビー朝、新種とイスタンブールを本拠として周囲に勢力を拡大する、西のオスマン帝国の圧力を受け、しばしば両者の競争の地となった。カルトリー王国とカヘティ王国は、サファビー朝、イメレティ王国は、 オスマン帝国の支配をそれぞれ受け、両者の構想はイスラームにおけるスンナ派とシーア派の宗教戦争の性格も内包していた。この時代、特にグルジア東部にあっては度重なる戦乱と住民の強制移住によって人口が減り、経済活動も停滞を余儀なくされた。イメレティ王国は頻繁に王位が交代し、混乱が続いた。 サメグレロ広国のダディアニケは17世紀のレバン2世の時に最盛期を迎えたが、17世紀後半には衰え、広国支配者の血統が交代した。サムツヘのジャケリケはグルジア王家との婚姻によって独自の立場を築いたが、後にオスマン帝国の直接支配下に入り、パシャの称号を獲得し、その領域ではイスラーム化が進行した。 カヘティ王国では、16世紀前半に英明な君主で、バンが現れ、国王の権力を強化して、絹の交易などで王国を繁栄に導いた。一方のカルトリ王国では16世紀中央に、シモン一世らがペルシアに対して抵抗して、以降は、サファビー朝の総主権を認めた。1555年、トルコとペルシアは、 長年の構想の結果、アマスイアの講和を結んで、平和を実現する一方カフカスにおける相互の、勢力範囲を定め、これは、その後グルジア社会を大きく規定することとなった。1578年、商工状態は破られ、オスマン帝国の勢力が、カフカス全土を蹂躙して、トビリシを制圧したのに対し、サファビー朝、第五代シャアのアッバース一世はこれに反撃。 トルコ人勢力を撤退させたが、アッバース一世はまた、カヘティに対して、略奪遠征を行ったため、その富は失われてしまった。サファビー町の政治的影響下にあった、カルトリとカヘティでは、イスラーム改修を条件にバグティオニの家系の王子から、選ばれ、政治経済的ないし軍事的には衰退し、文化面でもペルシア文化の影響を強く受けた。しかし、 一方では、アルメニア人やチェルケス人などと共に、グラームと呼ばれる軍人、管理として、サファビー朝を支え、イラン人やトルコ人と並んで数用な国政ポストについて、エリートの一角を占める、グルジア人も現れた。サファビー朝の帝都エスファハーンの長官職は半ば、グルジアの王子による世襲の職となっており、 現在のイラク国境に近い州主タルの町は、グルジアの大貴族出身者の家系が、約100年にわたって支配し続けた。グルジア独自の伝統文化もペルシア支配下で復興を遂げ、12世紀初頭の黄金時代に対比し、銀の時代と呼ばれるほどである。その中で、カヘティ王のティムラズ一世、カヘティとイメレティの両方の王位を経験した。 アルチルの二人は、詩人王として知られている。また、サファビー朝の管理であったパルサダン・ゴルギジャニゼは17世紀末に、グルジア年代記を表している。18世紀に入ると、カルトリ王国に、バフタング六世が現れた。彼は結出した、立法家であったが、一方では1709年に、 グルジアに印刷術を持ち込み、グルジア語印刷をはじめ、自国史の追求に関心の強い文化人でもあった。ゴルギジャニーゼの表したグルジア年代記の続編を、編纂する目的で、学者、有識者を集め、グルジア国内の写本、古文書の精査を命じ、その成果を14世紀から17世紀までの公的年代記として刊行した。1722年。 パシュトゥンビトがエスファハーンを陥落させ、サファビー朝が崩壊すると、グルジアは、オスマン帝国の新たな侵入を招いた。ペルシアでは征服者、ナーディル・シャーが現れ、ロシア帝国との間に、ハンオスマン同盟を結び、アフシャール・アサを創始して、オスマン帝国に奪われた湿地を回復。カルトリオーイを、カヘティオーだった、ティムラズ・二世に与えた。 18世紀後半、東グルジアのカヘティ王国に、エレクレ2世が現れ、サファビー朝後に後期した、アフシャール朝を撃退し、父のカルトリオーティムラズ2世死去後はその領域をも、継承して、1762年、トビリシに遠くカルトリカヘティ王国を建てた。エレクレは、 アルメニア商人たちと提携して王国の食産工業に尽力したためその経済は大いに発展した。1768年に始まったロト戦争ではエレクレはロシア側で戦った。クタイシオシトとする西部のイメレティ王国もこの戦争ではロシア側に立ちソロモン一世一世下の1779年にはオスマン支配から脱却することに成功した。 エレクレ2世は、北カフカスからのレズギン人の襲来や、ペルシアトルコの、両勢力から自国を守るため、同じ政教を奉ずる、北の大国ロシア帝国との同盟を目指し、1783年には、女帝カチェリーナ2世との間に、ギオルギエフつく条約を結んで、ロシアの保護国となることを認めた。しかし、ロシアはこの条約を守らず、エレクレ二世は、結局、 信仰のガージャール朝からの猛攻を単独で受けざるを得なくなった。1795年、グルジアは大敗北を喫してトビリシュは略奪を受け、経済成長の成果は無に返した。エレクレの病弱な後継者、ギオルギ12世は無条件で自国をロシアの保護に委ねることを決し、1800年12月に死去した。1801年1月、 ロシア皇帝パーベル一世は、カルトリ・カヘティ王国を廃して、東グルジアの併合を宣言し、同年9月、新帝アレクサンドル一世によって併合が実行に移された。カフカス総督府をトビリ氏に設け、グルジアは、ロシアの軍政長官の支配下に置かれた。この時、カルトリ・カヘティ各地では、人民の反乱が起こった。 カフカス総督は、帝政ロシアの他の植民地総督以上の権限を有し、グルジアには、内地同様、県を置いて、県知事などには、現地の有力者を当てた。ロシア帝国は19世紀初頭、ザカフカスの強固な支配とペルシアの背後にある、イギリスへの対抗のため、グルジア軍道を建設した。ロシアは1810年には、西グルジアのイメレティオも併合し、 グルジア主要部は、総じて簡単に、ロシアの一部になってしまった。ロシアはまた、1828年にはアルメニアを併合、さらに同年、ペルシアとの戦争の結果、アゼルバイジャン北部を支配下に置き、1829年には、グルジアのグリアを併合した。グリアでは、 ロシア政府によるジャガイモの強制栽培に橋を発した1841年グリア反乱が起こっている。さらに、ミングレア、スバネティ、アブハジアが、それぞれ1857年、1858年、1867年に、完全に、ロシアの半島となった。ロシア側から見れば、南カフカスよりも北カフカスのチェチェン人。 レズギン人などのイスラーム系山岳民族の方が強敵であった。結局ロシアは北カフカスを戦場とするコーカサス戦争に1816年から1861年まで45年の歳月を費やしている。この戦争に対しグルジアの軍隊と人々はロシア側で参加した。これについては当時のグルジア人たちが ロシア人たちと共通の信仰を持っていたばかりでなく、彼らがロシア統治に積極面を感じていたという指摘がある。すなわち、ロシアへの併合は、ムスリムの諸勢力の構成から自身を守り、自らロシア政府の主導するカフカスのサイキリスト教義に参与できたのである。一方、グルジア正教会は1811年、ロシア正教会に吸収され、 その組織的独立を失った。グルジア教会のカトリコスは廃され、代わりにロシアの修務員に属する大主教が置かれた。これはロシア教会とグルジア教会の間には競技場の差異がないとみなされたためであったが、後者には長い歴史を持つグルジア語の文語と独特の天礼があり、その聖職者、信者にとってグルジア語の禁止とロシア語の強制は 大きな苦痛であった。1856年のコーカサスグルジア貴族の中にはロシアの帝都サンクトペテルブルクに留学する者が増え、ロシア経由でロマン主義文学の影響を強く受ける者も,も現れた。また、解明的なミハイル・セミオノビチ・ボロンツォフ総督時代の1845年から1854年にかけては、 グルジアの商業と貿易が急速に発展し、トビリ市には劇場なども整備され、都市文化が開花した。1861年に、ロシア皇帝アレクサンドル2世の発した、濃度解放令はグルジアにも及び、1864年以降、濃度制の元にいた農民たちは自由の身となり、従来の家父長制的な観光は、近代教育の普及とヨーロッパからもたらされた。 初思想によって、急速に消え去っていった。19世紀後半には、国民的作家として知られるイリア・チャブチャバゼ、赤キツェレテリ、バジャー・プシャベラという、現代でも親しまれる三大文豪が活躍した。1860年代、トビリシには、織物工場が設けられ、1872年、トビリシとポティの間の鉄道が開通した。さらに、 バットミ、トビリシとアゼルバイジャンのバクを結ぶ鉄道も、敷設された。黒海とカスピ海の沿岸が結ばれたことなどにより、鉱山、工場、農場経営などの諸産業が発展した。しかし、資本の多くは、ロシア人、アルメニア人、西欧諸国の人々の掌握するところとなり、グルジア人には、恩恵が少なく、多数の農民と都市化。 工業化によって新たに形成された労働者階級の多くはこれに不満を抱いた。1883年、トビリッシにザカフカス鉄道本部が置かれ、グルジアはザカフカス地方全体の鉄道輸送の用地となった。19世紀末にはアゼルバイジャンのバクーで油田開発が進み、国会に面したグルジアにはパイプラインが作られた。 濃度は解放されたものの私有地の約3分の2が地主の所有であり、境界量も多かったため、農民の多くは貧窮していた。また、皇帝アレクサンドル2世の暗殺後は反、ザーリ運動に対する締め付けが強くなり、1881年に即位したアレクサンドル3世は計画的なロシア化政策を打ち出して、少数民族の同化政策を 強制的に推し進めた。これにこうして、様々な農民運動や民族主義運動が抗議した。民族最高運動は、当初は文学と社会運動を基本とするグループが力を持っていたが、やがて社会民主主義を報ずるグループが優勢となり、ノエ・ジョルダニアやニコライ・チュヘーゼラのメンシェビキがその受け皿になっていった。彼らの活動は、 やがて1902年春のグリアでの農民運動、種まきストライキへとつながった。また、1902年のバトミでのストライキは、社会民主党の指導によるものであった。1903年、トビリッシュで、ロシア社会民主労働党カフカス連盟が組織され、カフカス諸都市の労働運動は組織化を一層強めた。 1903年7月にバクーとオデッサで始まったゼネラルストライキはトビリシやバトゥミにも波及した。1904年8月から9月にかけての日露戦争の療養海戦でロシア陸軍が日本陸軍に敗北したことはロシア帝国内の労働運動、農民運動にも大きな影響を与えた。1904年末、グルジアではバクーや バトゥミの労働運動と結びついて、農民委員会が結成され、広範な相乗事件とゲリラ戦が展開された。特に、グリア地方の農民放棄は、サーリ政府から地域権力を奪い、地主の所有する農地を占拠し、さらに武装集団を組織するに至ったというもので、その様態は、グリア共和国と呼ばれるほどであった。マルクス主義者が指導した。 世界初の農民反乱と評される、この動きは全グルジアに広がり、これにはかつてのグルジア貴族も参加した。この年の一連の反政府行動はロシア第一革命と呼ばれており、1905年前半期を通じて暴動や反乱が帝国全土に広がった。トビリシやポティ、クタイシではストライキが起こり、トビリシとカルスでは 軍部の反乱さえ起こっている。1905年はまた自由主義者の春という状況が生まれ、9月にはロシア帝国内の革命派によってフランスのパリで反政府党革命党会議を開かれた。そこにはグルジア革命的社会主義者連邦派党も参加している。1906年以降革命運動は退潮していくが、 グルジアにあってはメンシェビキが一層広範な支持を獲得していった。首都トビリー市でパレードする赤軍ロシア革命後の1918年5月26日にグルジア民主共和国はロシアからの独立を宣言するが1921年に赤軍のグルジア侵攻によって首都を制圧され崩壊した。1922年グルジア問題では フィリップ・マハラ・ゼト、ブドゥ・ムディバニラ・グルジアの温泉派共産主義政権が失脚し、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国の構成国となり、ソビエト連邦に加盟した。1936年には直接のソ連邦を構成共和国に昇格した。第二次世界大戦に一貫である、独祖戦では、ナチスドイツ軍がグルジアに近い国会北岸や北、来た。 コーカサスまで一時進行した。戦後、ソ連はアメリカ合衆国など西側諸国との冷戦に入り、ソビエト連邦の崩壊直前まで民族問題が取り上げられることはなかった。またヨシフ・スターリンの故郷という側面もあり、かつては共産党員の割合が最も高かった。1989年、東西冷戦が終結し、 ソ連のペレストロイカ路線が行き詰まりを見せると、ソ連地上軍が反ソ運動を弾圧したトビリッシ事件を大きな転機として、ソ連後期からは抑えられていた民族的な問題が表面化した。1990年11月、グルジアソビエト社会主義共和国は、グルジア共和国に改名され、1991年4月9日に独立宣言を行い、5月には、 ズビアド・ガムサフルディアが大統領に選出。これは同年12月25日付でのソ連法を解体により実効性を持ったものの独立後も多くの閣僚はソ連旧共産党員であったことや強権的な統治が行われたために政局不安は改善されず治安も悪化し内戦状態に至った。その後アブハジアや 南オセチアやアジャリア自治共和国で分離独立運動が起き、現在は南オセチアとアブハジアが事実上の独立状態となっている。シェワルナゼ政権1991年11月22日、グルジア国家警備隊がクーデターを起こし、政府軍と交戦。1992年1月6日、ズビアドガムサフルディア大統領は首都トビリシを脱出し、 代わって、軍事評議会がグルジアを統治した。その後、軍事評議会の招きにより、エドアルド・シェワルナゼ元ソ連大将が帰国し、同年3月10日に国家評議会が創設されると、シェワルナゼが議長に選出された。同年10月11日、最高会議議長の直接選挙が実施され、シェワルナゼが96%の得票により当選。 10月17日、国家評議会は、自主解散し、統治機能は最高会議に引き継がれることとなった。1992年7月31日、国際連合に加盟した。その後は2003年まで、シェワルナゼが最高権力者であった。バラ革命2003年11月2日の議会選挙の、開票には、出口調査などによって、 不正の疑惑が指摘され、アメリカが非難を表明していたが、11月22日になって、選挙に基づく新しい議会が召集された。これに対し、反対派の議員はボイコットした。議会前には2万5千人の反対派市民が集結していたが、開会の字を読み上げられる最中、これらの市民は議場に乱入した。シェワルナゼ大統領は、議会から逃亡し、 11月23日には大統領を辞任した。代わって野党、ブルジャナゼ、民主主義者の党首であるニノブルジャナゼが暫定大統領に就任した。ブルジャナゼ暫定大統領は従来の閣僚を一掃した。サーカシュビリ政権級野党勢力は2004年1月4日に行われた大統領選挙では 野党国民運動のミヘール・サーカシュビリー党首を統一候補として擁立した。しかし、労働党のナテラシュビリー党首が議会選挙のやり直しに反対し、伝統主義者連盟が離脱を表明するなどの動きもあった。ロシア連邦を後ろ盾に、アジャリア自治共和国を事実上中央政府から、 独立して支配してきたアスラン・アバシゼ最高会議議長が非常事態宣言を発令し暫定政権に反対するなどの動きを見せた。結局大統領選挙の結果はサーカシュビリの圧勝に終わった。これに反対する野党勢力も一転して選挙結果を受け入れアバシゼ議長は反対し続けたが5月には最終的に ロシアへ亡命し一連の混乱も収集した。3月28日に議会再選挙が行われた。結果は国民運動が得票率75%で大多数の議席を獲得し最大与党に躍進した。一方、その他に議席獲得に必要な7%の得票率を超えられたのは新右派と産業党が連合して、 結成された、右派野党だけであった。今回の選挙は独立後のグルジアで最も自由な、選挙のうちの一つだったと考えられる。2007年11月に、与党サーカシュビリ政権に対する野党デモの鎮圧を、機に、グルジア全土で非常事態宣言が発令されるなど、正常不安は続き、これに対するサーカシュビリ政権の強硬政策は、グルジアにおける。 民主主義の交代を位置づけるものとなった。ロシア・グルジア戦争南オセチア紛争2008年8月、南オセチア州をめぐり、グルジアとロシアの間において紛争が勃発した。この紛争によって、サーカシュビリーの権力は強まると思われたが、逆に多くの戦死者を出して批判され、後に紛争を、グルジアから仕掛けたと発言するに及び、 彼の求心力は弱まっている。2009年4月9日、首都トビリ市で、サーカシュビリ大統領に辞任を要求する大規模な反、政府集会が議会前広場で主要野党によって開かれた。その集会には、6万人に上る市民が集結した。要求の背景は、大統領の権力集中への批判とロシアとの、 軍事衝突を回避できなかった責任の追求などが挙げられている。なお、グルジアが求めていた北、大西洋条約機構加盟は現在棚上げされている。2009年5月5日に軍部によるクーデター未遂事件が発生し、グルジア軍の高級将校ら数人が拘束された。グルジアは、クーデター勢力が、ロシアの支援を受けていたと非難している。 サーカシュビリ政権の終焉とマルグベラシュビリ政権2012年10月の選挙の結果、ロシアとの関係改善を目指す野党連合、グルジアの夢民主主義グルジアが勝利し、同連合代表で実業家のビジナイバニシビリーが首相に指名された。そして、2013年10月27日に行われた大統領選挙で、 グルジアの夢が推薦したギオルギ・マルグベラシビリ候補が圧勝し、サーカシュビリ大統領の後継者のダビト・バクラゼ候補は惨敗した。これにより強固な反ロ、親欧米政策を推し進めてきたサーカシュビリ体制は終焉を迎えたが、欧州連合加盟を目指す。方向性は変わっておらず、2014年6月27日、EU と連合協定を締結し、 2016年7月1日、正式に連合協定を発行した。マルグベラシビリ大統領やミヘール・ジャネリゼ、外務大臣は、ナト o 加盟を引き続き模索していることを、たびたび表明している。ジョージアは、共和制国家であるが、1995年12月8日から2004年2月17日までの間、首相の規定はなく大統領が政府を組織していた。 ただし、首相職に相当するものとして、国務大臣が設置されていた。国家元首は、大統領で、任期は5年となっている。大統領は首相その他の大臣の任命、指名に関して、議会の同意を得る必要がある。2010年に、憲法改正が行われ、2013年10月より、大統領ではなく首相が権限を握る、議員内閣制に移行した。 議会は一員制で任期4年。そのうち150議席が比例代表制で85議席が小選挙区制である。なお、議会は行政官庁が集中する首都飛びり市ではなく、西部のこと区大市に置かれている。州知事と大都市の市長は大統領による任命制である。複数制であり、 独立後から多くの政党の存在が認められている。同国には最高裁判所と憲法裁判所があり、憲法裁判所には大統領の推薦に基づき議会によって選出された裁判官が存在する。独立及びソ連解体以降、ジョージアは一貫して隣国ロシアと距離を置き、欧米との関係強化を打ち出してきた。 この路線は2004年に成立したサーカシュビリ政権下で一層に高まり、軍事的には2008年の北、大西洋条約機構と欧州連合への加盟推進、ロシア語からグルジア語への言語変更の推進と、英語教育の義務化、ソ連時代のみならず、ロシア帝国時代にまで遡っての航路運動の歴史を教える記念館の建設、同じ路線を取るウクライナ、ポーランド、 バルト三国との連携など、強硬な反ロと親米、親を、親イスラエル路線、そして、民族主義を高揚させる路線を歩んできている。また、対ロ強硬派で知られる、アメリカのネオコンとの協力も深めているとされる。実際、ネオコンに近いとされる、アメリカ人、ランディ・シェーネマンは、サーカシュビリの外交顧問を務めていた。また、サーカシュビリ政権は、 ロシア軍に対抗するべく、それまでのロシア製兵器から、欧米製兵器への更新による、近代化、アメリカ軍やイスラエル国防軍との、共同軍事訓練を行うなど、大幅な軍拡を進めていたが、軍事評論家の江畑健介は、予算に、無理のある計画だと表している。一方、ロシアにとってジョージアは、カスピ海産原油パイプラインの存在など、 中央アジアの原油を確保する上で密接な関わりがあり、南の玄関口である国会へ連なる要衝に位置する重要な国家と位置づけている。また、チェチェンとの対立を抱えるロシアにとって、チェチェンの周辺国の一角をなすジョージアと手を結ぶことは、ロシア南部における安全保障の観点からも非常に有効と見ていた。民族問題こうした流れに加えて、 ジョージア国内の民族問題も、両国の対立に拍車をかけている。コーカサス地方は、古くから、多数の民族が入り乱れる、不安定な地域であり、近代に成立したに過ぎない、ジョージア人という民族意識は、未だ不安定で、ジョージア国民の間でも、地方対立が絶えない、状況下にある。最大勢力である、ジョージア人の中でもミングレリア人、スバン人、 ラズ人やアジャリア人は民族意識が強くあり、ジョージア人とは区別する場合もある。また、カルトベリ人とは全く異なる、北西高カサス語族系のアブハズ人、イラン系民族のオセット人、アルメニア人、アゼルバイジャン人、チェチェン人など、多数のヒグルジア民族を国内に抱えている。ジョージア政府の反露政策は、カルトベリ人民族主義と密接に結びついており、 これらの地方民族への弾圧が強まっている。これらの国の中には、言語の保護など多民族共生の向きが強いロシアの、庇護を受けることで、自民族の文化を守ろうとする動きがあり、ロシアも、ジョージアへの牽制から積極的に支援する立場にある。とりわけ南オセチアでは、北オセチアを統治するロシアへの併合を求める、運動が、活発化している。対するジョージアは、 自民族中心主義、反ロシア路線の双方から一連の動きに激しく反発した。2006年9月27日28日には、ジョージア国内に駐在していたロシア軍将校6名が、ジョージア軍により、スパイ容疑で拘束された。ロシア政府が抗議として、ジョージアに対するビザ発給停止や、国境線の封鎖などの報復を取る事態が、発生している。 さらに2008年には、ジョージア軍が、南オセチアに展開するロシア軍主体の、停戦監視部隊に攻撃を仕掛け、兵器を強奪する行為を起こした。ジョージア政府は、ロシア軍の停戦部隊は独立派を支援しており、公平ではなく、EU 部隊との交代を行うべきと発言しているが、ロシア軍駐留に関しては、党の EU 側も賛同する意向を示している。 南オセチア紛争2008年8月7日、ジョージア政府は南オセチア自治政府に対して自治権を剥奪するとともに軍部隊を南オセチアとアブハジアに侵攻させ同時にオセット人を虐殺した。しかし南オセチアとアブハジア側に立って参戦したロシア軍の前にジョージア軍は一方的な敗北を喫し8月15日に停戦が決定した。 停戦後、ロシアは、ジョージア国内に駐屯しつつ、議会でアブハジアと、南オセチアの独立を承認する決議案を採択。メドベージェフ大統領がこれを正式に了承した。ジョージア側はこれに抗議する形で8月28日、議会にてロシアとの外交関係を断絶するよう、求める決議を全会一致で採択した。8月29日、バシャゼ外務次官は、 ロシアのアブハジアジ治共和国と南オセチアジア自治州の独立承認に対し、ロシアとの外交関係を断絶すると発表した。現在、同国軍は陸軍と特殊作戦軍、国家警備隊で構成されている。以前は海軍及び空軍も存在していたが、上述の紛争によって壊滅したことから、国境警察並び沿岸警備隊と陸軍へ、 編入される形で統合しているため、どちらも現存しない。ジョージア全土の地図東ヨーロッパ、もしくは西アジアに区分される。独立当初から一貫して、欧州連合への加盟を施行しているのをはじめ、ヨーロッパオリンピック委員会に加盟するなど、政治やスポーツ関連の国際組織では、東ヨーロッパに区分されることが多い。こうした事情は、トルコやアルメニア、 キプロス、イスラエルなどに近いものと言える。アジアに区分される事例としては、TZ データベースで、アジア、とビリシとして、タイムゾーンが設定されているジョージア時間が挙げられる。また、アジア開発銀行には、地域内メンバーとして加盟している。統計40から47度、北緯41から44度に位置するジョージアは、コーカサス山脈を中心に、 国土の大部分が山岳地帯である。最高峰はシュハラ山。200キロ離れたカズベギ山が第二の鉱山で唯一の火山である。この間に2100もの氷河がある。コーカサス山脈に沿ってロシア連邦と723キロの国境を接し、クラスのダール地方、カラチャイ・チェルケス共和国、カバルダ・バルカル共和国、 北オセチア共和国、イングーシ共和国、チェチェン共和国などロシアの民族共和国と接する。そのためジョージアは古くから紛争の影響を受けやすく、アブハジアジチ共和国、南オセチアジ治州、パンキシ警谷など中央政府の支配権の及ばない地域がある。特にチェチェン共和国と接するパンキシ警谷は、チェチェン人ゲリラの巣屈となり、 中央政府の統治が行き届かない時期も存在した。ジョージアは中部のリヒ山脈によって東西に分けられ、東部は歴史的にイベリアと呼ばれた一方、西部はコルキスと呼ばれていた。また山脈は北部地域のスバネティを分けている。またこれらの山脈を源として、リオに川や倉川などの主要な河川がある。 倉川の源流域やチョロフ川の流れる一帯が、歴史的な西南ジョージアであり、統一王朝発祥の地として知られる。倉賀市に、古都ムツヘタ、原シとトビリシなど、東ジョージアの諸都市が発展した。アブハジアにある、ボロニア洞窟は、世界で最も深く、深度2140メートルに達する。スバネティは、ジョージア北西部に位置する、歴史的な地域名である。 山岳地帯が多いため、国土面積の割に気候は多様である。標高5000メートルを超える高架カサス山脈がロシアからの換気弾を遮断する役割を担っているため、国土の大半は比較的温暖で、欠片の気候区分の温暖湿潤気候に属する。国会沿岸部は最も温暖で、その気候を生かしたグルジアワインの生産地として有名である。 山岳地帯はタウ地帯で、降水量は4000ミリ以上、冬場の積雪は2メートルに達する。首都、トビリシなどが位置する東部はより大陸性気候に近くなり、年間降水量は400から1600ミリ程度と、西部に比べると比較的乾燥していて、冬の寒さはより厳しくなる。アブハジアと南オセチアについては内戦の結果、 事実上ジョージアより独立しており、2015年10月時点で、4カ国によってそれぞれ、主権国家、アブハジア共和国、南オセチア共和国として承認されている。同国は、環境汚染等の深刻な汚染問題を抱えている一面がある。ジョージア国は、他の旧ソ連構成国と同様、環境への影響をほとんど考慮せずに実施された、中工業を強調する。 経済政策がもとで、ソビエト時代よりも深刻な環境悪化に見舞われている。1990年代後半から2000年代初頭にかけて生産量と経済発展が低かったことから産業廃棄物は大幅に減少していたが現在産業廃棄物処理施設が整えられていないために発生した廃棄物は適切な処理をせず、 自然環境下へそのままで廃棄されている。また、1980年代にソ連構成国として機能していた当時のジョージア国では年間最大3万トンの農薬が使用されてきたため過剰なまでの農薬と肥料の使用は土壌の毒性を強めてしまう結果となった。さらに土地の侵食によりかなりの量の農地が失われたほか 管理が不十分な埋め立て地へ、都市ごみが処分されたり、同国の産地に2.5トン以上の有害、化学物質が今も埋められたままとなっているなど、環境保全における姿勢が整っていない点から、国内各地からは、早く対策を立てて実施しなければ、土壌の悪化が、ますますひどくなる、胸の意見並び危険性を指摘する声が多数、上がっている。大気汚染は、 主要都市に見受けられ、特に巨大な製鉄所が存在しその他の金属、加工並び化学薬品の生産を進めているルスタビで問題となっている。交通も大気汚染の大きな要因と一つとなっているほか、倉川と国海は産業廃棄物でひどく汚染されている現状が続く。加えて、水質汚染と水処理不足がもとで、 ジョージア国においては消化器疾患の発生率が高いことが指摘されている。なお、ジョージア国環境天然資源保護省は、同国における農地の35%が劣化していると発表している。首都トビリシ中央政府の支配が及んでいないアブハジア共和国と南オセチア共和国行政区画は、2つの自治共和国を含む11の地方からなり、 さらに66の地域に分かれる。国内には北西部にアブハジア、南西部にアジャリアの2つの自治共和国があるが、アブハジアはジョージア政府の統制は及んでおらず、事実上独立した状態となっている。また、シダカルトリ地区とその周辺は歴史的に南オセチアと言われるオセットビト多重地域である。ソビエト連邦に属した。 グルジアソビエト社会主義共和国時代には、シダカルトリッチク北半とその周辺を領域とする南オセチア自治州が置かれていたが、ソ連邦解体による独立後は消滅。1992年のオセチア紛争以降、オセット人が自治権を要求して、中央政府非公認で再び南オセチア自治州を樹立した。同自治州が独立の意向を明確にした後は、 南オセチア共和国と名乗っており、アブハジアと同様に一部の地域を除き、ジョージア政府の統制は及んでいない。IMF の統計によると、2013年のジョージアの GDP は161億ドルである。一人当たりの GDP は3597ドルで、世界平均の約40%未満の水準にある。ジョージア経済は伝統的に、 国会観光、柑橘類、茶やぶどうの生産を中心としてきた。ソビエト連邦時代には、国会沿岸は有数の保養地になり、観光業が盛んだった。また、ぶどうなどを利用して、ワインやコニャック製造などの食品加工業。マンガンや銅の最高と、これに付随して、金属、機械類、化学薬品や織物を生産する。 工業部門も発達していた。BTC パイプラインと南高架サスガスパイプライン独立前後からの内戦などの混乱により経済は壊滅的な打撃を受け、国内総生産は1994年には1991年の34.9%にまで低下したが、IMF と世界銀行の支援の下で市場経済の導入が進められ、 1995年以来 GDP は増加に転じ一方でインフレを抑制し本質的な経済収益を得たしかしジョージア経済は超税の失敗により大幅な財政赤字を経験し続けたさらにエネルギー不足に苦しんだため1998年に 配電事業を民営化し、これにより、エネルギー事情は確実な改善が見られた。政府は、長期的な経済回復に対する望みを、ポッティとバトゥミなどの重要なコアの通る、国際的な輸送回路の開発にかけている。膨らむ貿易赤字、腐敗の問題や、不安定な政治状況は、経済情勢を短期的に不透明にさせている。しかしながら、 復活した投資は2000年に経済成長におそらく6%以内の白車をかけたと思われる。自国内で供給できるエネルギーはほとんどが水力発電のみで天然ガスや石油を含むエネルギーの大部分はアゼルバイジャンから輸入する。ジョージアはアゼルバイジャンにとって原油と天然ガスの重要な輸出ルートである。 バクートビリシジェイハンパイプライン及び並走するサウスコーカサスパイプラインを通って大量の原油がトルコ地中海沿岸に達し欧州へ輸出される。また、ジョージアへの原油供給パイプラインには他にバクースプサパイプラインがありスプサにはアゼルバイジャンが国会から輸出する基地がある。ジョージア政府は外国からの観光客誘致に力を入れている。 2017年に同国を訪れた旅行者は約600万人と10年間で6倍に増えた。キリスト教会堂など歴史的建築物の修復94カ国地域を対象とした入国ビザ免除などが走行している。ジョージア国周辺の言語民族分布図。カルトベリ語族の和者分布図。同国は多民族国家である。住民の多くは カルトベリ人となっている。その他アルメニア人、ロシア人、アゼルバイジャン人、オセット人、アブハズ人、ギリシャ人、ユダヤ人などがいる。ギリシャ人には、もともと、アナトリア半島の国海沿岸地域に居住し、20世紀初頭のトルコ革命に伴う混乱時に、隣国グルジアへ避難してきた、ポントス人などが含まれる。また、アジャリア自治共和国のアジャール人など、 イスラム教を信仰している、ジョージア人も存在する。グルジイムと称される、世界最古のユダヤ人は1970年代には10万人を数えたが、大半がイスラエルに移住し、現在では1から2万人程度まで減少している。言語は、公用語は、カルトベリ語族のグルジア語で、ついで、ロシア語、アルメニア語、アゼルバイジャン語となっている。 その他、アブハズ語、オセット語、グルジン語なども使われている。また、統計上では同じカルトベリ語族としてグルジア語話者に、含まれることも、多いスバン語、メグレル語、ラズ語も使われているなど、多言語国家となっている。反ロ感情が強い国民とされるが、実際には、ソ連時代に普及したロシア語は、後半に使われており、 独立以降のグルジア語統制への反発などから一部地域では、異民族間の共通語として機能している。宗教比率は、キリスト教グルジア正教会に所属する、正教徒が75%、イスラム教徒が11%。婚姻は、改正しない、夫婦別姓、どちらかの配偶者の性に統一する、複合性を用いる、のいずれの選択も可能である。 教育制度は3から6から3制で、旧ソ連の10年生から12年生に移行した。6歳から17から18歳までは、義務教育となっている。12学年のうち、1から3学年が初等教育、4から9学年が前期中等教育、10学年以降が後期中等教育にあたる。高等教育を受けるためには10から12学年の、 修学が必要である。1年生から第1外国語として英語の授業が行われ、5年生からは第2外国語の学習が始まる。なお、同国の教育は憲法に基づき無料であることを義務付けられている。医療同国はアメリカの情報誌であるグローバルファイナンスが発表した最も治安の良い国ランキングによると91位となっている。 しかし上述の南寄せチアーブハジアを呼び、その周辺地域における領域問題の事情から、同地域エリアでは政府の統治が及んでおらず、不測の事態が発生する恐れが指摘されている。最近は観光客を狙った犯罪が多発しやすくなっており、 物乞いする子供による窃盗や声かけによる強盗事件が発生していることから同国を訪れる外国人へ注意が呼びかけられている。2005年に欧州民族的少数者保護枠組条約を批准している。これに対し NGO の交差国際財団は2008年に FCPNM のいくつかの条項がジョージア国議会による完全な実施から 免除されていると指摘しており、具体的には文化、教育、行政上の問題におけるマイノリティの言語での完全な表現に関する規定が侵害されたと主張している。テレビ、雑誌、新聞は国営をはじめとする高企業と私企業の双方によって展開されている。憲法は言論の自由を保障している。ジョージアのメディアは 市場経済圏への移行に伴う変化が進行している。主要紙はレゾナン詞やジョージアンタイムズなどであり、放送局は国営テレビラジオや民営のルスタビニなどがある。通信社としてはインタープレスがある。長期にわたる政治問題と対立があるにもかかわらず、ジョージアのメディアには 自由が残されており、南コーカサスの中で最も多様性がある。一部では、国営放送への支配からの自由を求める闘争が、継続的に行われている。国民の世帯の大部分はテレビを所有しており、多くは、最低一つはラジオを持っている。多くのメディア企業は、首都トビリシに本社を置いている。ワインジョージアのワイン工場ぶどの産地で、 ワイン発祥の地の一つとされる。セミスイートの赤ワイン、フバンチカラが有名である。スパークリングワインは、作りリアラと呼ばれる。フバンチカラの作りリアラもあり、希少性が高い。キャビアと合わせることで知られる、フランスのシャンパーニの中でも著名な、ルイ・ロデレール社のクリスタルは、ロシア皇帝アレクサンドル2世のために作られたが、 ボトルの形状がよく似たゴールデンという作りやらが、ジョージアに存在する。2006年以来、ロシア連邦は、ジョージアとモレドバへの経済制裁の一環として、グルジアワインを輸入を禁止していたが、2013年に、イバニシビリ政権の成立に伴い解除された。ジョージア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された、文化遺産が3件存在する。 ジョージア対ルーマニアジョージアでは、サッカー、バスケットボール、ラグビーユニオン、レスリング、柔道、そして、重量上げが最も人気のあるスポーツ競技である。ジョージアの身体教育は、歴史的で有名であり、古代イベリアのトレーニング技法を見た、ローマ人たちが、ジョージア人の肉体的素質に強く関心を惹かれた、ことが知られている。レスリングは、ジョージアにおいて、 歴史的に重要なスポーツの地位にあり続けている。歴史家の中には、グレコローマンレスリングには、多くのジョージア的要素が組み込まれていると考える、人もいる。ジョージアでは、多くのレスリングスタイルが普及しており、最も普及したスタイルの一つとしては、カヘティスタイルが挙げられる。今日ではあまり行われていないスタイルも、過去には数多く存在していた。 例えば、ジョージア北東部のヘブスレティ地方には、異なる3種類のレスリングスタイルが存在している。19世紀時代に有名であった他のスポーツとしては、馬を用いた球技ポロや、ジョージアの伝統的球技レロがあった。これらの競技者は、次第にラグビーユニオン競技へと移行していった。コーカサス地方で最初かつ唯一のサーキット競技は、ジョージアにて行われている。 ルスタビ国際レース場は1978年に竣工。その後、2000万ドルの費用をかけて改築し、2012年に再オープンした。サーキットは FIA 分類でグレード2の要件を満たし、現在はレジェンドカーレーシングシリーズとフォーミュラアルファ大会を開催している。バスケットボールもまた、ジョージアにおいて著名なスポーツの一つであった。 オタル・コルキア、ミハイル・コルキア、ズラブ・サカンデリゼ、レバン・オセシュビリといった旧ソビエト連邦代表の著名な選手らがジョージアに所属した。ジョージアの BC ・ディナモト・ビリ氏は1962年にヨーロッパ最高峰リーグフィバ欧州チャンピオンズカップで優勝した。またジョージアはこれまでに5人の NBA 選手を輩出した。 その他の著名なバスケットボール選手としては、ユーロリーグで2度の優勝を果たしたギオルギ・シェルマディニア、や、ユーロリーグ所属のマヌチャル・マルコイ・シュビリ、ビクトル・サニキゼがいる。近年、スポーツの人気は、国内で回復を見せている。バスケットボール男子代表は2011年以降、3大会連続で、欧州選手権の予選を突破している。日本大相撲の国会やガガマル、 土地の神は、ジョージア出身力士である。土地の神は2018年の初場所で、初優勝した。ありがとうございます。